近い、近いよ。そんなに近づいちゃいけないよ。いけないったら。愛しい乙女は永遠の中離隊なんだ。龍之介くんは出口の家も心の迷路に迷い込んでいるんだわ。私が何とかしてあげなくちゃ。ありがとう、僕を目覚めさせてくれて。龍之介くん、君こそ僕の永遠の乙女だ。さあ一緒に旅館前で女将に写真を撮ってもらおう。これよこれ。さあ撮ったわ。これか。我が法院家が総力を挙げて開発したこれ薬は、巷で人気のヘルシー野菜ジュース味に仕上げた試作品です。飲んで最初に目にしたものにメロメロになりまする。どうぞ坊ちゃま、一応のご婦人にお使いください。愛しの乙女にこれを飲ませれば、これで僕たちの愛は永遠だよ、愛しの乙女。はい、お姫様抱っこ写真も思いのまま。坊ちゃま、坊ちゃま、坊ちゃま。何度も言いますが、薬の効能は日没までですぞ。日没まであれば十分だ。これ薬ですって。一緒にいられて幸せ、叱られちゃうのも好き好き、笑顔がないのも素敵よ、私の願いを叶えて。しましょ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 。ところで、体にいい野菜ジュースはいかがかな、愛しの乙女。え、ごめんなさい。うわっ、おやおや、人に押されちゃった。大丈夫、葵ちゃん。愛しの乙女よ、大仏を見ながら野菜ジュースで喉を潤し、健康を願うのも一興だよ。あっ、立ちくらみが。おっとっと、ケイノスケくん、ダメだね。あ、いや、もう異人館の方に行っちゃったのかしら。ほらよ、鹿せんべい。ありがとう、旦那様。およ、鹿さん。愛しの乙女。およ、鹿之助くん。どうぞ、おせんべいに合う特製野菜ジュースです。バーカ、これは人間が食うもんじゃ。どうする。愛しの乙女よ、これでお口直しを。やだ、私ったらこんなにいっぱい鹿せんべい買っちゃった。すごい、葵ちゃん。おっと、鹿せんべい落としちゃったわ。てへっ、なあいつ。鹿さんいっぱい。うわあ、すごい。リサ、愛しの乙女。ダーリーのお土産何しよっかな。このジュース、なっちゃんって言うんだ。あたしと同じ名前。でもなんで空から。まあ、いっかん。やだ、先生が飲んじゃった。ひでえ目にあった
ぜ。そうだ、リゼル。しっかりして、先生。おい、どうした？岩城くん、先生が。ともかく、バスのとこまで連れてって休ませてくる。岩城くん。ああ、ないない。どこに落としてしまったんだ。せっかく開発した惚れ薬だったのに。おっちゃん、こんなこともあろうか、もう一本ご用意してございます。でかしたぞ、ジー。ご分。一緒に探してあげるよ。とりあえずこれを飲んで落ち着きたまえ。ありがとう。飲んじゃダメ。うわ、うわ。ついに愛しの乙女をこの手に入れる時が来た。飲んじゃった。愛しの乙女よ、目を開けて最初に僕を見て、そして愛しておくれ。僕がわかるかい、愛しの乙女。ああ、なんとカンビラ響き。大好き旦那様。あ、たまらん。岩城くんはこんな祝福を毎日味わっていたのか。そんな。愛しの乙女よ。はい、旦那様。旦那様である僕のお願いを聞いてくれるかい。はい、何でも。まずはパンツを見せておくれ。そんな恥ずかしいです。やっぱり無理なお願いだったかい。でも旦那様のためなら。いいのかい。次は先生、大丈夫か先生。岩城くん、よかった。ん、あ、なんだか熱いよ。ん、熱いよ。気がるなら俺外に出てる。先生、うまく脱げないんだもの。寝ぼけてんじゃねえよ。ねえ岩城くん、君ずっと先生のこと見てたでしょ。知ってたんだから。先生、どうしたんだよ。なんか変だよ先生。変にしちゃったのはだーれ。先生は結婚して。あなただって知ってるでしょ。俺は我慢できないくせに。うるさいお口。ごめん。うわっ。人妻をここまで本気にさせるなんて憎い坊や。人妻のテクニック見せてあげる。まあ、こんなにしちゃって。ほんと、男の子って元気がいいんだから。くそ。俺、このまま流されて先生と。ほころびてたのよ、ここ。人妻って、お裁縫上手でしょ？はあ？そしてこれが、夜のテクニック。岩城くん、リゼルちゃんが。違う、末元、これは。わかってる、先生はいつもの先生じゃないの。飲んじゃったのよ。まだよ、それはこれからね、岩城くん。何の話してんだよ。惚れ薬よ、龍之介くんが惚れ薬作らせて、それを先生が飲んじゃって、リゼルちゃんもさっきそれと同じもの飲まされちゃったのよ。何だって。それで今、龍之介くんはリゼルちゃんと。あっため言えない。何、リゼル。リゼル、おい、てめえが妙な薬使ったってことはバレてんだ。遅かったな岩城くん。
愛しの乙女、もう身も心も僕のものだ。何だって。愛しの乙女と。はい、旦那様。旦那様。その目でしっかり僕たちが愛し合う現実を見るがいい。またやるの、旦那様。そうだよ。もうダメ、腰がカクカクだもん。やったのか。そう。先生が慰めてあげる、岩城くん。さあ、愛しの乙女。はい、旦那様。やめろー。愛しの乙女のクマさんパンツ見放題。下から、上から、右から、左から、愛しの乙女クマさんパンツ見放題の見放題。旦那様、ポーズの取りすぎでもう腰疲れちゃった。我が人生に悔いなし。それがどうなってんだよ。見たか、岩城くん。何やったの。ロマンつけた。そうだ、これ薬の効果は日没までだったんだ。何やってたんだろう、私。ところでお前一体何が目的だったんだよ。しまった、お姫様抱っこの写真。帰るぞ、リゼル。龍之介くん、私としたことが教え子の前でこんなに裸ちゃって。ほら、あんまりベタベタくっつくなって。はい。ところで、二人とも何も覚えてないのか。ん、何が。いやいや、ちょっと、なんならあの時。何、岩城くん。なんでもねえよ。岩城くん、観光地をパンツ一丁で歩いちゃダメだぞ。旦那様、元気だね。旦那様、何これ。それは浮気したの、旦那様。違うんだ。いいわ、浮気なんていけないぞ。バスまで駆けよーし。ちょっと待てよ。旦那様の勘違いだよ。はい、盗んだのは怪力のメガネっ子だそうです。まさか。岩城くんがどこにもいない。今日は神戸の人間巡りだって、ちゃんと予定表には。やだ、2日目は奈良で、神戸は明日じゃない。そんな。あと1日、何としても岩城くんのハートをつかみたい。掴んだら離さずしごいてメロメロに。あ、私ったら実はスパルタの女。どうも、京子です。修学旅行もとうとうあと1日だけになってしまいました。岩城くん、なかなか私のものになってくれません。せめて岩城くんのものだけでもこの手に。私、何言ってるんでしょう。戸惑う気持ちで一句。目の前で固くなってる少年を押し倒したら犯罪ですか。ああ、乙女心は切ないです。